違います、はい、ちょっと押さえつけるようなイメージ。さあ、それで竹さん仕上げですからね、竹さん仕上げです。おお、いいですね。順調な滑り出しですね。おお、はい、やるときはやっていいから。じゃあさんまさんも書いていただけますか。やるときは、これどうしたらやるこれどうしたら出るのかなと違うって、ここだった、ここだった、よく見て、よく、どうしたら出るの、違うどうやったら出るわけ、ここをもう一回よく見て、よく見て、よく見てって、何2人は何やってんのよ。あなたもあなたもあなたも鎧塚さんが目が点になって、鎧塚さん、まあ、大丈夫、下生き残ってる、生き残ってる、あんたや、よし、よ、敷くね、敷く、これで敷くや、なってる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 、無残な姿に、これはすごいぞ、これが完成、これ完成ですか、完成、これ完成ですか、完成、このステーキはこの後スタッフで美味しくいただきます。続いては第5位の発表に参ります。Ladies and gentlemen, boys and girls, it's Marty Fishon。彼女にご注目、はい、なんと彼女の黒い衣装が、はい、あら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 、えっ、あら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 Ladies and gentlemen, boys and girls, it's Magic Show! さあ、ほう、はい、彼女にご注目、はい、なんと、彼女の黒い衣装が、はい、あら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 、えっ、あら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 に入んねえの、入んねえのって、だから認めてるじゃん、世間は認めたって客来ないでしょ、ね、いや認めないんだよ、ここの寿司屋、うまい寿司屋だけで来ねっていうようなもんでさ、でもまあ、世界の賞をカンヌでしたっけ、ま、取ったのフェリシア、ああ、取ってるからもういいでしょ、よくないよ、まだこれ、何言ったって芸人、あのお笑いじゃない、お笑い、俺一番やりたいのはさ、アカデミー賞かなんかでさ、本当はさ、アカデミー賞でさ、監督賞はたけしですって言われたら、紋付け羽織袴でさ、こうやって出てって、裏がケツが全部出ちゃってさ、あんた、え、ひょうきん族でよくやってた、あの大阪のコントみたいなやつ、あれやりたいじゃない、はぁ、で、あのオスカーを持って、おね、ありがとうございます。スピーチやって振り返ったら、全部裸やから、グラッチェとかなんか。でもなんか、あれ、客席から出ていくから、もうその前にバレてまうやん。あ、それはちょっと、キュッと引っ張って、カーテンに出ました。ガリ君に。後ろでタカに切ってもらおうかもしれない。なんかそういう。スピーチやってないか。そういうね、お笑いをやりたいんだよ。まだね、だでもね、お笑いはね、面白くて言わないね。やっぱり、うん。まあね、あの舞台のさ、はい、M1 とかさ、ああいうの見んだよ、うん、ジェラシーがもう、やりてえこれって思うの、はあ、でまだ理解できるからいいなと思ってて、笑いが、うん、十分でしょう、まだ笑えるのと、はあ、あとこれはつまんないと自分なりにこう何定義ができてるから、はあ、その定義が正確なんだ、割かし正確なの、はあ、そりゃそうでしょう、それでね、意外にね、そいつらのネタの運びと、はあ、もう一回こっちに入ってくるなってどうやって分かるのやっぱり、そりゃそうやって、ほんでやってきてもいや、俺らの時代ってさ、ちょっと大変、いやいや、ひょうきん族、俺ら二人がやってることやってるよ、今結構ひょうきん族って、なんでやる予算がないのか、いやいや、あなたがやめるよ、だからでしょ俺そんなこと言ったかな、あんたお前、ええ加減にしいや
俺が言ったの？俺も言うたけど、あの予算がなくなったんだよ結局。違うってもう、うん、どうしますって言われた時に、まあ一旦これ終わろうかっていう話になったでしょ。あ、またやろうじゃん。いや、まあやろうってそんな簡単なもんやないねんじゃん、うん、あんたまたやろう言うて俺が TBS の番組やめた時に事故ったやろ。あ、それか。それかじゃん。あんたも誰もね、人を信用してないよほんまに。またやろうまたやろう言うて。いや、ドキドキよ。この番組だったら何年？1000回だろ。1000回。二十何年だろ。そうそうそう。だからね、本当に邪魔なんだよね。邪魔邪魔。あの、あとの、20年間後のタレントが全部越せないわけだから、ダメだよ、そろそろ更新に道を譲んなきゃ。あんたも譲らないよ。俺も譲っちゃってるもん。何も譲ってないでしょ、あんた。譲っといて上に乗っかってる。うまいこと言うて、下に来ないで上にポンって乗るわけ。ポンって乗っちゃうんだよ。格好みたいなやつや、格好の巣の上でだ。そうそう。亀とウサギだって、亀を実直に歩かしてて、上に乗ってタバコ吸ってないんだから、亀の上に。あ、まあね。後ろまでウサギが降りりゃいいんだから。あんた、そう、ああ言ったそういう感が汚いね。俺は一生懸命、亀やけど放てるよ。そう言うけど。亀。シャカリキやで。ほんと？あんた必死さ見えないからあかんね。あの、仕事。俺は必死見えるやろ、必死言うのが。これこれ。あんたはね、天然物なんだよ。天然物じゃん。だから、聞くもん。オーストラリア行ってもどこ行ってもあのラサール石がいてもさんまさんはテレビも家も何もあれ好きなんですよあの人って。何が自分がってあんなに辛いもんないですよっつって自分のテープを自分で見ながら、おいラサール見たの、やった、今のは見たかラサールって、いや面白いだろうって言うんだって。その相手が辛いっつってたよ。どこの世界に芸人で自分のビデオ友達に見させて見ろこの間をっつったっていないんですよ。これもバラエティだよ。で映画なら少しあるけどよ、単なる特番じゃおっという間の間なさる勉強してくやって言ったっなんだそれと思ってなんだそれ相当見てたし、ね、いやでもあのエンタの神様見てても、うん、我々がやったよやってたようなやつずっと並んでるよ。遊びでやってたようなネタが回るんだよ、やっぱぐるぐる、まあ、回るの同じだから、まーって出てくるかもね。というて俺ら二人今さらエンタの神様出る気ないでしょ。いや、ちょっと悲惨だね。悲惨。うん。いや、やってもいいんだよ、やってもいいよ。うん。でも、受けないかかった時にさ、俺、後ないぞ、もう。いや、受けるとは思うよ。おいらもね、やってもいいんだよ、なんでもね、M1 でも。でも、受けない時にさ、いや、受けるやろ、最低、受けると思いますよ。うん。俺、だって、な、あれさ、現役でやってんでも今。もう、やってたってさ、ダメだって言われたら終わりじゃない。ダメだって言わないでしょ、審査員全部後輩やし。脅かしてたみたいな。脅かしたら優勝できますよ。やったと思うよ。よくや、すごいですよ。あなたすごいですよ、そんなの。あなたがすごいよ。もう、あなたはすごいよ。いや、私、本当に、もういろんなことをしてきて、ねえ、一時期は清塚の女に恋をし。なんで普段覚えてんのかな。ちょっとね、あれね、ひょうきんの合間に、さんま、清すくのお姉ちゃんはいいぞ。お前もな、歌手だ、女優だって言ってる場合じゃねえ。清すくのお姉ちゃんは、尽くしてくれるぞ、言って。俺、上野の清すくに2回か3回、甘栗買いに行って。うん、あのね、僕と付き合ってね、マンション借りちゃったの、お姉ちゃんに。え、マンション借りてあげたの、うん、で俺その前にあの前科者になっちゃったんだよ。刑務所じゃねあの警察署でこうやって全部指紋取った取ったんや。それでその当時世田谷で白い豪華マンって白いマンションの女は専門に襲うやつ襲うやつが出たの、うん、豪華マンが、うん、したらその姉ちゃんが風呂入ってた時に入ってきたのよ。ほうでガーッてでかい声出して通って警察呼んじゃったの。警察来たら警察がいろいろこうやったら調べた冷蔵庫に俺の指紋がいっぱい出てきた。全部出てきちゃって。で、向こう側こうやってその女の人に、あなたはビートたけしさんって知ってますかって。えっつって、あ、もちろん知ってますけど、あの、タレントさんですよって。いや、それはタレントで、あの漫才師のたけしさんですよって。個人的には、全然付き合いがいませんって。その日の、あの、ちょうどニュースで、俺が合コンマンになっちゃったから。大騒ぎだったんだから。あ、僕はたけしさんに聞いたこと言わなかったんだ。それが了解したから、頼むから俺と付き合ってって言ってくれって言ったの。俺合コンマンじゃんか、それって。全部指紋出てきちゃった。弱っちゃったね。そうそう。あの時恋してましたよね。いいんだよ、いいの。だからあの時モテたでしょ、要するにいろんな女優さんから言い寄られたりしてきたの。
振って清子のお姉さんの愛に走った時やもんね。ああ嫌だ嫌だ言いながらね、いろんなことあったよ、ね、あんたはね人のこと言ってるけど、あんたはねどうなってんだよ、そういえば。